普段パターをどういう風に練習してるのかっていうことで、こう点数をつけて勝負をしてるっていう感じで、それに混ぜてもらおうと思います。1点、2点、3点、4点、5点点数をつけて、ここを狙うとその点数、ここに行くとプラス何点、プラス1点な。じゃあそういう感じで順番にみんなで打っていこうか。最初はピン、じゃんけん、はい、はい、出した。お、これ、これは前の前でない。
で。あ、そういうこと？でもそういうつもりで打てんだよ。あ、これ打ってるよ今。うまっ。すごい。もうすぐ行った。うまっ。押すようにして打てたんだね。二打打ちしました。乗るよ。ほら。めっちゃ難しいよこれ。これ落ちたらあかんのやで。落ちたらダメ。あ、落ちた。一回がちょっとしかないから、それをじゃあやってみる。当たる瞬間に落ちるのか。あ、そういうやつ、ね、うまっ。あああああ、まあいいや、打った後に終わったから。ちょっと待って、落ちなかった。おまっすぐ上下に置かないようにしてくれって意味なんじゃないの多分。あとはこういう面白い練習してるよってあったらなんか、え、ボヨ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 だけ教えてください。ボヨボヨで打つ、ボヨボヨで打つもんな。この名前はボヨンボヨンでいいのか。まずこの名前はボヨンボヨンなのか。違う。違うと思う。でもみんなはボヨンボヨンって言ってるのね。ボヨンボヨン言ってる。これ島にして落ちたら終わり。落ちたらがあって、そしたら食べられる。すごい。うまい。